英検準一級二次面接対策最新版、点の取り方をね知らずに受けてる人が多すぎる。この漫画問題ですね、非常に得点も高くて、だ絶対最後のコーンまでたどり着くっていうのを意識しなきゃいけないんですよ。そういう回答の仕方も可能です。ここで始まりました、もう一点チャンネルです。さあ今回はですね、英検準一級二次面接対策最新版ということですね。はい、2023年度最新版でやっていきたいと思います。はい、現在ね、売り切れろ準一級ワークブック、はい、改訂版を今執筆中ですし、まあいろいろと模擬面接やっております。さまざまな人の、はい、面接をしていって分かったことね、たくさんありますので、まあ、その辺のことも言っていきたいかなと思いますね。まあ面接してほしいっていう方はね、まあこちらのね動画見てどうやって申し込むかとかっていうのを見てください。やっぱ点の取り方をね知らずに受けてる人が多すぎるっていうのがやっぱ印象です。でこのワークブックにも載っていない情報、昔から出てくる英検の重要ポイントと、そして新たにちゃんと押さえとかなきゃいけないポイントを紹介したいと思います。はい、まず最初はこの漫画問題ですね。非常に得点も高くて、配点だって15点ですからね、めちゃくちゃ高いわけですよ。だから全体の試験で見てもそれぞれのね技能、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキング、それぞれ全部同じ配点ですから、まだ100点満点だとしたら100、100、100、100って感じだから、だからライティングが1問で100点分なんで一番でかいわけですよ。でその次にでかいのがこれなんですよ。それだから2番目に大事なのがこの漫画描写になるんですね。まずこれ結構言うんですけど、時間ちゃんと測りながらね、2分間だ、時計とか持ってきゃいいのにさ、みんな時計持っていかないよね。だから2分間分かんなくて、一体自分がどれだけ進んでるのか分かんない。でだって最後のコマまでたどり着かなかったらもう内容点なんかもうないみたいなもんですから、だから絶対最後のコマまでたどり着くっていうのを意識しなきゃいけないんですよ。だそれで2分の時間分かんなかったらもう1分55秒、あやばい、まだ3コマ目なんですけどみたいなね、人いっぱいいるから、必ず時間配分をね気にしてやってください。描写する時なんですけど、まあ最近最近はいろんなパターンが出てるなっていう印象ですね。この4コマのねパターン、あちなみに他の級受ける人ね、英検2級とかでもそうですよ。だいぶ難しくなってるよね、あの音読問題でその後答えるやつとか、レベルが上がってる。昔の過去問と比べてみてください、レベル上がってますよ。で同じようにですね、いろんなパターンが出てきてるなという印象、まあだからお決まりなのは、まあ何かしらの問題があった、で解決策やってみた、うまくいった、3コマ目4コマ目ダメだったっていうパターンね、ダメだったみたいなのになるんですよ。でここにたどり着くまでが、ある日これを見ました、こうだっていうのを思いつきました、でやってみました、ダメだったとかね、こういうパターン、まあ、何かしらの変化が起こるわけですよ。だこういう情報を見つけました、じゃあこれやってみよう、やってみてすごく良かった、あーでもダメだったとかね、もうお決まりのパターンなんですよ。でここは変わんない。でまずちゃんと押さえなきゃいけないのが、場所が変わるんですよ結構。だから左上のところに1 month later とかね、時間のやつがこういろいろ書いてあるんですけど、その時にいる場所が違うの大体。だから時間言って場所言うっていうのが、まあお決まりのパターン、まあ別に場所言わなくてもいいパターンもあります、あるんだけど、こうやって言うとやりやすいです実は。これが気づいた最近の問題見てて思ったことです。どこだか分かんないところもありますが、そこは言わなくていいですけど、どこだか分かる場合は言った方がいいです。時間、場所、それでそれぞれの人が何をしているのか、動作を言いますね。でその時過去進行形で言ってくださいね。もうとにかくこれ過去進行形で言わないで、バツ食らっちゃう人が山ほどいる。もっとみんな原型大好きで書いてある字読むでしょ。新聞とか雑誌めちゃめちゃでかい字で書かれたりとか、あとは場所の名前が後ろに書いてあったりとかね、そういう感じで出てきたりすることがある。でプラスで思うね、このファン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 って思う、これ英検2級でも大事なやつね。こうだと思っているっていうやつ、 was thinking about なんとかね言ったりとか、あとは言う、こうやって言うっていうね、そうだ思う言うの表現、まあ思うだったら was looking forward to ing 使いとか、 was worried that sv とか、こういうのまあ2級でもおなじみですね。プラスで言ってるやつね、こうやって喋ってる。で told 誰々 that でやる場合は時制の位置かかってきますから気をつけてくださいね。認証と時制変えなきゃいけないんで非常に厄介ですんで、これ練習が必要です。でまあ一コマに対して2分か3分言うことが大体多いんですけど、まあ、3分言えるように頑張った方がよくて、でどうしたらいいのか分かんないっていうんですけど、今言ったようにそう動作には行くんだけど、動作以外何を表したらいいか分かんない。で動作と思う言うで、そういう時にやっぱ看板とかホワイトボードとか新聞とかに何て書いてあるかを読む。であとは表情ですね、人の表情、
looked surprised とか looked satisfied とかね、こういうのできるようにしておくといいですね。あとうなずいてたら agreed とかね、そういうのできるように頑張りましょう。で、その後に出てくるのが4コマ目ですね。 Please look at the fourth picture if you were the 誰誰、What would you be thinking ですね。はい、なんて思いますかっていう問題で、I'll be thinking って言って、私こう思いますって言って、3文ですね、その後。I'll be thinking の中で3つ言う。で、簡単なのが、必ずのように失敗するわけで、だから、I should have なんとかね、こうすべきだった。I should have done とか、I shouldn't have done ですね。これすべきではなかった。これを持っとくといいですね。で、あとは、現状について言ったり、未来について言ったりすることができるといいですね。こういう状況になっちゃってる。だから、こうすべきだ。こうすべきじゃなかった。今、こういう風になっちゃってるよ。だから、こうすべきだ。とかっていう風に3文言えるようにしとくと、これ答えやすいなっていうのが多いね。で、あと気がつくのは、後悔してない。反抗してもいいんですよ。たとえみんながこうこうこうだって言ってるとか、今はこうこうこういう状況だけど、こうやっていくんだ。みたいな、そういう回答の仕方も可能ですね。なんで、これをぜひとも押さえておいてください。で、やっぱり後悔するのがやりやすいですよ。ただ、後悔じゃなくても答えを出すことはできるっていうのは知っておいてください。まあ、とにかく過去問ですよ。過去問やることが大事。むずくなってるから。続いて、質疑応答ですね。はい。3問イエスのクエスチョンがやってくるわけですよ。で、そんなにも、設問は難しくない。リスニング突破できている人たちは解けるだろうっていう印象です。やっぱりね、2級の方が難しいんですよ。なんで難しいかっていうと、2級のリスニング突破できちゃう人たち、まあ、順にもそうなんですけど、突破できる人たちで、設問聞こえない人多すぎ。やっぱ単語のレベルが足らなかったりとか、2級までだったら偶然合格しちゃう。まあ、そもそもリーディングとか語彙も簡単なものが多いので、それで取れちゃう。だからリスニング力が足りなくて行くって人が多いのね。だちゃんとジュニア2級の人はリスニング力をつけとかなきゃいけない。で、準1はそのリスニング力はある人がほとんどですね。もうついてる状況なんで、リスニング力はあんまいらない。ただやっぱね、内容がやっぱこう時事的なものがあるので取れないって人がいる。だから答えられない、なんて答えていいかわかんないって人がいっぱいいるんで、やっぱそういったものにアンテナは張っとかなきゃいけないですね。だ2級のライティングトピックとかが準1級のライティングトピックなんかも実はぴったり合うこともありますよね。だびっくりしたのがさ、その2級の模擬面接やってたらさ、あれこれ順2のライティングのトピックにあったじゃんっていうのありましたからね。そうだから、あ、Q をまたいでもライティングがスピーキングに出たりとかあるんだなと思った。で、まあ過去問やると分かるように、やっぱ時事的で分かりづらい。で、ここも3文答えなきゃいけないですから、イエスノーの後ね。で、3つ答えられるようにちゃんとしておくこと。まあ理由、具体例で別の理由とかっていうのが一番理想なんですけど、まあ、もしくは理由、理由2個目、具体例で、浮かばなかったらこうすべきだとかっていうね、それを使えるといいですね。で、まあその他アイデアの出し方とかも動画出てますから、それらをちゃんと見てね、やっといてください。で、すべての設問で1回までは聞き直し OK ですから、 Pardon とかね、 I beg your pardon とか、 Can you say that again みたいなのはちゃんと言えるようにしておいてください。絶対とにかく間が一番厄介なので、悩んでるその間っていうのが態度点も悪くなっちゃうし、他の点も悪くなっちゃうんで、だから I'm とかね、 Well とか Let me see とかね、そういう考えてフィラーっていうんですけど、そういうの言えるようにしておいてください。これだけでも練習しろって言いますからね、僕ね。無言になるな、無言になるぐらいだったら I'm とかって言えと、無言になるぐらいだったら聞き返せ、2回聞き返したら限定されちゃいますからね。1回まででなるべく言えるようにねしてください。で、それで考える時間が取れますから、もっと。で、それを使って対処してください。まあ、この準1級の設問聞き取れないって人はもうかなりやばいと思ってください。もうそれはリスニングの力、まあ、単語力がないとかね、そういう状況だから、ちゃんと単語はやっておかなきゃいけない。まあ、これ今見てるの直前の人が多いので、まあ、そう簡単にはできないかもしれないですけど、最後に言うことは過去問をちゃんと研究することです。過去問の模範解答を見て、あ、こうなってるんだなっていうことに気がつくことです。だから3文書いてありますね。必ずイエスノーの後に。ちょっと参考書によっては書いてないのがあって、おいおいおい、これじゃ満点取れねえぞっていうのもあるんですけど、3文ちゃんと、主説ですね。主説を3つ言うっていうのが大事ですから、従属説じゃダメですからね。if 説とか because 説とかじゃなくて、主説をちゃんと3つつけるっていうのを常に意識してください。で、そういうの過去問見るとわかるんですよ。過去問の模範解答を見て、主説がちゃんと3つあるなとかって気づくんですよ。だからこういうのが大事です。ただただ見て、へえ、こんな風に言うんだ、じゃないです。ちゃんと見て、あ、ここのポイント喋んなきゃいけないんだ、漫画ではとか、あ、こういう風に3文言うんだとかね、そのヒントがいっぱいありますから、ぜひとも諦めずに最後まであがいてですね、過去問研究して、同じ問題でもほら、参考書違えば模範解答違いますからね。まあ立ち読みでもいいから、そうやってですね、最後まであがいて頑張ってください。はい。まあその他ね、基本的なことに関してはいろいろ動画出てますので、そちらを見て、他の級の人たちもね、ぜひとも役立ててください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 頑張ってね。